君の,右手君の左手第25話知っている限りの術を仕掛けたその間気境も攻撃の手を休めることはないしかしその攻撃も菅の同心のもとには届かないすべてが跳ね返され吸収され続けるいい感じだね 矛先をどこに向けるかだけだよ。その恨みのエネルギーを魔界に差し出せ。圧倒的な力をお前は得るだろう。怒りに全てを委ねた。邪魔が入る前に済ませておこうか。カンの同心が手を挙げると、体が少しずつ引きずられていくのが分かった。 真央には荷が重かったようだが君のその怒りの力なら私同様魔となれるだろう突然上空から炎の柱が一直線に落ちてきて呪縛が解かれたそれは炎に包まれた竜だったそして炎の竜を従えているのは明かりだった 少し遅かったねまさか炎龍を召喚できる術師が現世に現れるとはやはり安部家はいまいしい炎龍は同心に向かって上空から突っ込んだ防御結界に阻まれ火花が散っている私の結界を破ろうというのかそこに奇妙も加わった小娘たち遊びはこの辺りまでにしておこう あたり一面から黒いもやが漂い始めた魔界の住人たちをここに召喚しよう禍々がしさがあたりを覆った響には周囲の異変などどうでもよかった遠竜と気梗が同心の注意を引いている今直接攻撃しかない響は小刀を抜いた 待て、落ち着け。ひジりの左手が、響きの右手を掴んでいた。よかった、間に合った。ひジりの声を聞いて、響きは我に返った。明かりの鈴が鳴り響いた。それと同時に、あたり一面の地面から、光が線となって、上空に放たれ始めた。 こんな仕掛けをいつの間に何も言わず、聖は左腕に響きを抱えて、その場から飛び去った。ちょっと待って、僕はあいつを倒さなければならない。一旦逃げるんだ。説明は後でする。じいさんの命がけの作戦を無駄にしないでくれ。暴れる響きを抱えて、その場を離れた。 飛んだ瞬間、俺たちの避難を確認するじいさんと目が合った。明かりは遠流で、缶の真央と時丸を拾った。俺たちは全力で、その場を離れた。響の顔には、怪しげな文様が浮かんでいる。何も話さない。公園方を振り返ると、上空に向かって、 巨大な光の柱が上がっていたもうじいさんと会えないのだと思うと悲しかった